トマコのホットニュース。こんにちは、トマコです。皆さん、秋を満喫していますか？トマコは芸術の秋ということで、あわら雪むり映画祭に行ってきました。作り手たちの情熱が伝わってきて、とってもいい映画祭だったわ。次回の開催も期待しちゃうわね。さて、今回は松屋先生さんからホットなニュースをお届けします。まず一つ目のニュースは、トリムパーク金津で開催されたデモンストレーションスポーツ 3B 体操の話題よ。皆さん、 3B 体操をご存知ですか？ 3B 体操とは、ボール、ベル、ベルターといった用具を使って楽しく音楽に合わせて体を動かす体操です。福井国体を記念して行われた今回のデモンストレーションスポーツ 3B 体操は、子どもから大人までさまざまな年代の方が参加していました。オープニングを飾ってくれたのは、あわら市内の子ども園の園児たちです。元気によさこいっちゃらいを披露してくれました。今回の開催は、初心者を対象とした交流と、経験者を対象とした発表の二部構成で行われました。交流の部では、アニメなどの曲に合わせて親子で体操をして、会場は大盛り上がりでした。また発表の部では、園児たちをはじめ、経験者や市内にある社会福祉法人蓮の実の家の利用者の方たちが、軽快な曲に合わせて日頃の成果を存分に披露してくれました。最後に、会場に来ていた皆さんでハピネス千人ダンスを踊り、会場は大盛り上がりでした。トマコも 3B 体操始めてみようかしら。さて、ここからはいつものように、あわらの誇る本泉宿をご紹介します。今回ご紹介するのは、松屋先生さんです。松屋先生の源泉大浴場露天風呂は、お湯がいつもたっぷりと満ち溢れて、思わず笑みがこぼれるお風呂という意味で、千のこぼれ湯と名付けられたそうよ。女性のお風呂は壺湯、亀湯などの多種多様なお風呂と、柔らかな湯を楽しめるわ。バラエティ豊かな湯巡りが堪能できるわね。たっぷりのお湯に浸かって、心と体を癒したいわね。旬ダイニング千の幸がオープンして1周年。千カクテル、幸カクテルがとても人気なんですって。おかみプロデュースの千カクテルは、梅酒をジンジャーエールで割ったもので、爽快な刺激が効いた爽やかな味わいよ。若おかみプロデュースの幸カクテルは、カシスの甘酸っぱさとジンジャーエールが相性抜群のカクテルよ。どちらも美味しそうで迷っちゃうわね。せっかくだから両方いただいちゃおうかしら。皆さんも松屋先生の上質な空間で、身も心もくつろいでみませんか？続いてのニュースは、あわら温泉物語の話題よ。福井県内唯一の温泉街として発展してきたあわら温泉。その歴史を分かりやすく紹介する企画展が、あわら市郷土歴史資料館で開催されています。明治時代に生まれたあわら温泉、今回は新たに当時の様子がわかる貴重な資料なども展示されているわよ。今こちらでは、あわら温泉の、展示をしております。明治17年の8月、
まあ、一応回答したのが16年の9月ってことですから、まあ、その翌年にですね、船津の温泉組合からこう出された、まあ、その開業届になっております。まあ、当時はこう、まあ、18件ですねで構成されておりまして、まあ、一応制服1名ずつをこう出してるんですけれども、まあ、とりあえず開業ってことで服の方は一応4名置かれております。でその他にもですね、ここの中には、まあその時の宿料ですね、まあ、上等の宿料、まあ、20銭であったりとか、それからまあ中だと、まあ、18銭、まあ、下の方だと15銭、その他にまあ食事代とかも、まあ、別にじゃあ一ついくらっていうのがこう書かれておりまして、まあ、回答して間もなくの頃に、まあ、こういった組合を作ってですね、まあ、相互扶助的にまあこう頑張ろうっていうのがこちらの方から読み取れるかと思います。越前町梅浦の古町さん、まあ、今で村長さんに近いようなものなんですけれども、そちらの方が明治の18年にあわら温泉に湯治に来られた時の日記となっております。まあ、あわら温泉はご存知の通りですね、大火やですね、それから震災とかでかなり被害があっておりまして、中のことを知る古い資料があまり残ってません。そういったところがですね、まあ、こちらの外の方からの資料で分かるというのは非常に貴重なものとなっております。このあわら温泉物語、明治に生まれた名湯の奇跡は11月25日まで開催されているそうよ。皆さんもこの機会にあわら温泉の歴史に触れてみてはいかがですか。今回はデモンストレーションスポーツ、ソンビー体操とあわら温泉物語の2つの話題をお送りしました。では次回またお会いしましょう。